はい、酒好きな、元新潟人のいい指導家です。今日はですね、カクテルを、久々に飲みたいカクテルがね、ありまして、それはね、まだね、4つ目の方では上がってなかったみたいなんで、ブラッディーマリーですね、トマトジュースとウォッカで作る、ものです。ね、これがね、俺トマトジュース大好きなんですけど、ね、早速ね、作っていきましょう。ウォッカをですね、45cc 入れまして、氷の入った、グラスに入れます。まあ今日ね、ウォッカ買いに行ったんですけど、このスカイウォッカがね、なかなか売ってなくて、これスカイウォッカ好きなんですけど、なんだっけ、韓国のさ、スミノフウォッカしかなくて、あれ韓国製なんですよね。だから、あんまり好きじゃないんで。そして、トマトジュースを、入れまして、出来上がりです。ちょっとステアした方がいいのかな。ちょこっとステアした方がいいかもしれません。ああ、今日も暑い。32度だ。ちょこっとステアした。はい、出来上がりです。乾杯。あれですね。ちょっと癖がある。ちょっぴり癖がある。なんかね、トマトジュースなんだけど、トマトジュースにウォッカが入ることで、なんつうかな、すげえ、独特な、味にちょっと変貌しますね。ブラッディマリーは、ウォッカをベースとするトマトジュースを用いたカクテルである。ウォッカベースであるため、度数が、調節が容易。バリエーションも多い。ブラッディメアリーと呼ばれる場合もある。由来。16世紀のイングランド女王メアリー1世の異名に由来すると言われている。メアリーは即位後300人に及ぶ、プロテスタントを処刑したことから、血まみれメアリーと呼ばれ恐れられていた。ただし、一説として禁酒時代に飲まれていたとされるブラッディサム。過去こちらはジンベース。他は同じ。に対して名付けられていたとも、また、たちの悪いジョークで女性に対して、ああいうメアリー過去、隠語でお前は生理かということから連想して、連想とも言われるが、こちらも悪名高い血まみれのメアリーを下敷きにしていたものであることには変わりはない。女性に対して、ああいうメアリーでお前が生理かって、あなた生理ですかっていう意味なんですね。これはね、俺以前作った時はこれ確か、違うな。ノンアルコールカクテルで作った、なんだっけな。ウォッカ使わないで、なんだっけ。あ、バージンメアリーか。バージンマリーか。バージンマリーっていうカクテルは作ったことはある。
気がする。バージンマリーはね、ウスターソースとか食塩とか胡椒とか入れるんで、タバスコとか入れて、で、出来上がり、みたいな。バージンマリーね。バージンマリーは結構美味しいですよ。ノンアルコールカクテルだけどね。トマトジュースとタバスコとレモンジュースとウスターソースですね。これ美味しいですよ。これちょっとあれだな。結構癖あるな、ほんとに。あんまり、美味しいものでもない。標準的なレシピが、ウォッカ 45cc にカットレモンを6分の1個入れて、トマトジュースを適量。作り方は、氷を入れてタンブラーにウォッカを注ぎ、トマトジュースで満たす。三日月型にカットしたレモンを飾り、最後にマドラーを添える。これレモンジュース入れたらちょっと美味しくなるかも。ちょっとレモンジュース入れてみようかな。レモンジュースとこうちょこちょこっと入れると。案外、ちょっと酸味が増されて美味しくなる。うまい。最初ちょっとうまくねえなと思ったんだけど。まあ、ぶっちゃけて言うとね、俺ね、トマトジュースじゃなくてね、野菜ジュースの方がうまいと思う。トマトジュースじゃなくて、他の、野菜とかも入ってる、いわゆる野菜ジュースってやつの方が多分これ美味しい。これは、結構、あれですね、バリエーションが飛んでて、ベースをジンに変えるとブラッディーサンド、テキーラに変えるとストローハット。これストローハットはめちゃくちゃまずかったです。で、ビールに変えるとレッドアイ、アクアビットに変えるとデニッシュマリー、ウォッカを抜くとバージンマリー。またブラッディーマリーを作り、それをビールで割るとレッドバードというカクテルになる。なるほどね。イギリスでは二日酔いの時の迎え酒としても知られている。これ結構ね、バージンメアリーは、ノンアルコールカクテルで、非常にいいですね。二日酔いの時に。と思いますよ、僕は。僕は。非常に、胃にも優しく。これちょっとあれだな。ブラッディサムを作ってみるか。ジンベースで。ジンベースのブラッディサム。と言ってもジンがなかった。ジンが自家製ジンしかないわ。まあ、ちょうどいいか。ちょうどいいね。ブラッディサムを作ってみるか。レモンジュース入れるとうまくなったね。レモンジュース入れた場合でいくと美味しいです。コク、甘み、香り、
美味しいですね。レモンジュース入れることをおすすめします。俺は。5344です。ご視聴ありがとうございました。